4058静岡支部野瀬智和です。よろしくお願いします。ガマゴーリのチャンネルであるっていうのは知ってましたけど、このおかじガマいうチャンネルの動画は見たことはないです。これ IT チャンネルでいろいろ、あ、そうなんですね、はい、プライベートな質問とかしながら、はい、レースのことも聞いていく。あ、わかりました。ちょっと身構えてました。自分はゲームが好きなので、ゲームに関係した、実況動画とか、解説動画とかをよく見たりしますね、 YouTube で。パソコンのゲームなんですけど、最近流行ってるクラフト系、家建てたりする建築系の戦ったりするゲームですかね。有名なところで言うとセブンデイズツーダイとか、コナンアウトキャストとか、ちょっとマニアックです。はい、はい、そうですね、かなり好きで、多分支部の中では有名ですし、業界の中でも結構ハイな方だと思います。ないですね、結構マニアックなんで、その世界の住民たちとよくやってます。はい、そうですね、そうですね、あんまり興味がないですね。ちょっと一瞬やってみようかなと思ったんですけど、その実況をするよりゲームをやりたいっていう感じですかね。そうです。実況とかね、動画編集とかをやってる時間があるんだったら、ゲームをするみたいな。はい。10年ぐらい前はサーフィンをしてたんですけど、年に3回っていうぐらいですかね、たまにやってるぐらいですかね。静岡なんで海が近いんでね、波も近いんで絶好なロケーションですね。湖西市なんで、もう10分ぐらいの感じですかね。はい、昔ロンゲーでサーファーっぽい感じ。髪長いのはね、髪を切るっていう作業がね、すごいなんていうんですか、面倒くさい。美容院と小屋に行くのがすごい嫌なので、伸ばしっぱなしにしました。はい、で逆に今はね、家でね、バリカンでやったりとかね、15分ぐらいで安い床屋さんでね、やったりとか。最近白髪も増えてきちゃったんでね、長いとちょっと白髪も目立っちゃうんでね、染める作業が入るんでね、だったら短くしようと思いました。そうですね、はい。今節はちょっと前に来たガマゴーよりはかなりエンジンの手応えがあります。ちょっと今日はね、気温が下がったのかわかんないんですけど、ちょっとこの回転が上がってるなっていう感じがするんで、そこを調整していこうかなと思ってますけどね。今ペラの感じは分かっているんで、そんなに外すことはないと思います。せっかくね、いい枠で乗れたんでね、もう一踏ん張りして優勝戦に進みたいと思います。あ、決めポーズですか。はい、何かありますか。勝ち釜の決めポーズがないっていうがあるわけじゃないですか。あるわけじゃない。そうなんですね。思い思いのものになってる感じで。勝ち釜。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。すみません、ありがとうございました。